ボクツマアニメ、ミーナちゃんがグレードアップするのか気になりますね。フォントタイトル通り感情はないんだけど、一応ロボットなりに考えておはようのチューを実践したりするのがいいですよね。以上、ボクツマのお話でした。